まあ、フルーツパーク調合って、あ、今ちょうどバスが来たんじゃない、違うか、梅がなってます。初めて梅狩り行きましたけど、ちょっと早く着きすぎて、お店の方がまだ来てないのか、いらっしゃいませんので、探してみます。まあ目の前にあるこのコンビニの跡地に止めて OK です。止めて OK です。そして目の前にはここに行きます。梅がある、梅狩りガール出動。沢の梨って書いてある袋の中に梅を入れます。やめなさい。そっち行く、なんか別の方行く、ちょっとそっち行ってみようか、うん、はい、紐のかかってないやつね、ピンクのリボンかかってないやつ、ないやつね、うん、あれもいいんじゃない、これもはしご、うん、こっちの方が登りやすい、はしごで上にちょっと登ってみなさいよ。すごいね。それ持ってようか。はい。大丈夫かな。やったか。クモの巣。クモの巣がいるよ。新鮮な証拠だよ。クモの巣。うん。あ、なんかこの上の方がすごい。なんかやっぱ大きい。はいはい。ちゃんと安定感よくやってね。ブワーっていっぱいなってる。でもこれね、バーってなってるやつの中でも結構ね、でかくなってるね。大きくなってるね。うん。これ持ってるか。いい？うん。今こんな感じ。わあ、割と選んでるとなかなか溜まってかない、ね。そうだね。これ、うん、取りますよ。うん、こっち。結構簡単に取れるね。ね、ポロ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 。いくよ。いいよ。こっち。これ綺麗。あ、綺麗綺麗。これもここいいね。うん。こっち。いい感じのある。いやー、なんかビミリー。え？ビミリーなんか虫。ふって。虫ぐらいいるよ、虫。虫がいる方が新鮮なんですよ。はい。見てください。私の耳にもっと追いつくだなんて、とんでもない虫だな。それはあれでやればいい。ちゃんとそういう角度考えて撮ってちゃう。それあれ、スノーで加工すればいいんでしょ。スノーなんかもう使える年じゃないわ。スノーで隠せる年じゃないんだわ。あ、そう。なんか、うん、梅狩りに来て文句をぶちまけてる人がいます。梅狩り楽しいな、うん、もうすでに来年もやろう、やろう。来た、あ、ほらちょうどいい健康議論いっぱい、いっぱい飯作ります。2500円、はい、ちょっと待って、ごめんなさい、お伝えもらってもいないよ。さっき後ろからコロ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 音がしてたんだけど、してたってた、キャー、梅梅さん、あせっかくの梅が、梅だ、容量、用法は守った方がいいらしい、ということでまず1キロまず1キロやりましょうか。なんか日本酒と、うん、ブランデー、これ俺じゃないからね、ユーロはチョイスですね、これ私ブランデー、ということでいきなり定番を作らないでこんなのから始めてしまうという無謀ぶりですが、すいません、やってきます。そうね、はい、なので1キロ1キロか、そうだね、まずね、します、はい、
ですか。はい。とって丁寧に。うん。とっていくということですね。そうだね。手間暇かけて大切に大切に扱ってください。撮ってるだけの人はいいですね。いつもいつも本当にやるやる、この後やるわ。これもヘタ取りってさ、どこまでくり抜かなきゃいけないのかな。くり抜いてたやん、なんかヘタ取り。すくい上げるようにしてヘタの部分も取りますって書いてるんだけど、すくい上げ、まあこれもヘタか。じゃあこういうこと取れる。あ、取れる、取れた取れた、あ、取れる、綺麗。わあ、楽しい楽しい。ちょっとすごいこう取れにくかったら、この数やんのすごい今ちょっとどうしようと思ってたんだけど、結構簡単に取れる。うん、ほら、楽しい楽しい楽しい。うん、ごめんな。メイドインイタリア、イタリアからいらっしゃったみたいですよ。ありがとうございます。イタリアからわざわざありがとうございます。なんか大丈夫、これキュウリの絵すごいんだけど。だからあれじゃない、キュウリのなんだっけ、つけるやつ、ピクルス、ピクルス用なんじゃないこれ。そうね、うん、大丈夫大丈夫よ、それそのアルコールで。え、食べ物いいの。食べ物でもうキッチンアルコールスプレーって書いてあるでしょ。キッチンね、まあそっか、うん、分量はブランデーとか日本酒はちょっと甘みがあるらしいんで少なめでいいということで、うん、500g、500g ぐらいの氷砂糖でいいみたいです、うん、ということで分量、うん、まず 500g を食べましょうか、うん、500? うん、500g。 まだまだまだ、もっともっとどん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 勢いよく。いやいや、それ絶対超えるから。まだ全然まだじゃん、うん、まだまだまだ。お、すごい、すごいじゃん。ありがとうございます。ジャストです。はい、で、うん、じゃあさて、梅砂糖っていう感じらしいです。あ、そうなの、交互なんだ、うん、交互に挟み込むらしいんで、これをなんかね、ちゃんとこう、うん、あんまりガシガシ雑に入れない方がいいらしい、うん、そうなんだ、うん。危ない、足、小指に立った。ちょっとなんかもう交互に、うん、って難しいね。そうだね、そんなに量がないからね。梅酒にしたら美味しい原酒、沢の井、うん、東京都です。大梅市です。大梅市、梅にちなんで大梅。おー、すごい使ってる。割とパンパンにくるね。すごいパンパン。あーら、あー、いいんじゃん。はい、きれい。なんかここね、なんかお魚とかね、とったら素敵よね。早くね、大丈夫、こういうもんなの。ね、梅酒っぽい、梅酒っぽい、うん、まあ梅酒だけどね。完成しました。いってらっしゃい。時々やんなきゃいけないので、かき混ぜなきゃいけないけど、うん、とりあえずこちらに行っていただいて、うん、はい、おいしくできるんだよ。じゃあね、じゃあね、取りましょうか。はい、